吉田さん、確かに融通きかない企業サポートって増えてきましたよね。まあこれはね、昔は普段も付き合いのある人がお店のまあ主とかをやっていて、例えば近所のお肉屋さんとかね、なんか雑貨屋さんとかね。だからなんか店主であると同時にお客さんとお店っていう関係であると同時に同じ地域に生きるなんかその近所の人だったんですよね。まあ、ですんでマニュアルとかがなくって本当に気持ちの商売だったと思うんですよ。それこそ、ああちょっと10円足んないやったらもういいよ今日はみたいな感じでねなんか負けてもらったりとかもあったと思いますし、余ったから持ってきないよみたいな感じだったと思うんですよ。それがなんかね、今みたいな企業スタイルをとって、どこの誰かが分かんない人がお店なり会社をやっていて、どこの誰か分かんない人がお客さんとして来たみたいなね、お互いに他人同士の付き合いになってきたんでしょうね。その中で最小購買数的な多くの人に当てはまるようなマニュアルってものができた時に、例外的な人ってのはなかなかサポートしづらくなったわけですよ。まあ、ですので昔だったらね、このペーパーの台帳で吉谷さんのなんかねデータとこうアイコスのデータとあって、吉谷さんがトコトコって来てね、あすいませんちょっと俺吉谷なんですけどっつったら、あこれなんか誕生日違うよとか言って書き換えとくねみたいな終わりだったと思うんですよ。そのぐらい簡単なことなのに、もう今回の件で分かるようにね、サポートに連絡しても、あちょっとこれダメですねみたいなね、応答返信が返ってくるみたいな、うん、なんかその役所に行ってもなんかさ、ずっと前から同じじゃない、役所とかもそうじゃないですか。なんかこうちょっとねハンコの位置がずれてるだけで、あこれはダメですねみたいな感じで、明らかにの係の人もこれがあの人のハンコって分かってるのにずれてるだけで、あこれちょっと受け付けらんないんですよ、すいませんまた作ってきてもらえますかみたいな感じで、バカな手間かけさせるようなことがあるんですよね。で結局役所仕事っていうのがなんでそうなるかっていうと、役所の窓口の人は地域の人でも、それを送る先っていうのが見ず知らずのなんかねデスクワークの人だったりするからなんですよね。だんだんそうなっていったのは、効率化が起きてる反面、非効率化も結局は起きてるってことなのかなと。非常に寂しい、なんか社会が出来上がるところでもあると思いますし、まあなんかね、マニュアル通りにできるスタッフと、マニュアル通りに行動できるお客さんにとっては、ものすごくいい社会なんですよね。なんか型にはまりつつあるってことじゃないですか、それが。でもなんかね、今ボクシングの漫画見てて思うんですけども、ボクシングって野生の殴り合いからスタートしたんですけども、だんだんと理論とかテクニックが研究されていって、で最小最大の効果を上げるトレーニング方法とかね、減量とか出てきて、どんどんね努力とか根性が入る隙間がなくなってくるわけなんですよ。科学的トレーニングのもとに、科学的な減量をもとに、科学的な結果が出るみたいな感じになっちゃってね。だからどんどん最初からできる人とできない人が分かっちゃうみたいなところもあってね、無駄な努力をせずに済む人が増えていくのかもしれませんけども、なんかね一発逆転の夢にかけるみたいな、ダメかもしれないけどやってみるみたいなのはもしかしたら減ったのかもしれないですね。もしかしたらね、いやいやいろいろありますね。ダメかもしれないけどやってみる、これは果たしていいことなんでしょうか、それとも悪いことなんでしょうかね。でも何か目標とか夢って、それを手に入れるのもいいんですけど、もちろんそれに向かう姿そのものが人間の命をすごくね燃えさせるんじゃないかなと思うんですけどもね。いってらっしゃい。